ちょっと成績が悪いんでオールスター恥ずかしいななんて言ってました。西武ライオンズの伊藤、ファーストにはホームラン競争を5本カットベースしました。阪急ブレーブスのブーマー、セカンドには去年辞退の分ハッスルしますと言っている近鉄の大石、そしてサードがパリーグ現在2冠の落合、ショートは西武の取り込み隊長の一連、ですから今のようにワンストライクなしを取って早めのフォークを見せ打たれてしまうという結果は出ますね。フォークボールって打つ気なしに見逃してると大したことないんですよ。落合ヒット、パシックリング3本目、はい、